皆さんちょっと入りましたけど、はい、ここまでキャンプを過ごして今年はどうですか？そうですね、まあ、悪くはないかなと思いますけど、まあ、でも去年に比べたらやっぱ自分の出来はちょっと遅いかなと思いますね。それはどのあたりでそう感じているんですか？ピッチングだったり、まあ、その変化球の精度だったりというところで、まあ 年、まあ、でも去年は本当もうキャンプ前半から飛ばしていった感じなんで、それに比べたら遅いですけど、今年の僕の中では順調かなと思いますね。今年はどういう課題とかポイントを持ってキャンプに入っているんですか？そうですね、やっぱその使えるボールの精度だったりとか、まあ、去年シンカーとカットっていうのを投げ始めたんですけど、まあ、徐々に試合で投げれるレベルになってきたんですけど、今年はまあそれの精度を上げて、まあ、より決め球だったりとか抑えられる配球の一つにできたらいいなと思ってキャンプを送ってるんで、そういうところを考えながらやってます。この辺の精度の向上は手応えは感じてきてますか？そうですね、結構いいボールになってきたなと思ってるんで、あとはまあ実戦で使ってみていいかどうかって感じですね。新しい取り組みが2021年にされてるんですか？新しいことはないですね。本当去年の上積みというか、去年自分の持ってるものをさらに良くしようということでやってるんで、新しくは取り組んでないです。そういった意味では紅白戦での登板もありましたけれども、改めて登板内容というのはいかがですか？そうですね、結果で言ったら2失点して、まあ、そんなに良くなかったんですけど、まあ、そのまっすぐ自体はいいボールもありましたし、まあ、本当コース全体が甘かったなって感じだったんで、あとはその精度を上げていけばいいかなと思いましたね。これからの実戦はもっと変化球も増やしていったりして？そうですね、まあ、よりそのシーズンに向けてになってくるんで、まあ、キャッチャーとの話し合いながら、まあ、去年できなかった配球だったりとか、そういう部分を試していけたらなと思います。投手陣の中でも若いピッチャーが下にどんどんいましたけども、その辺の立場っていうのを感じながら過ごされてますか？そうですね、立場というか、まあ、僕もまだ若手だと思ってるんで自分で。でも本当純也だったり、まあ、ユキヤだったりっていういいピッチャーが本当多いんで、まあ、そのもちろんそのアルカンタだったりチェーンさんだったりってとこ入ってきて、ローテ自体が難しくなってくる。まあ、僕自身もその確約されてるわけでもないですし、勝負のところで、まあ、その外人見ながら下からも来てるんで、まあ、すごいなんつうんですかね、熾烈な争いというかになるなと思いますね。先輩後輩含めて投手陣とはいいコミュニケーション取れてますか？そうですね、投手陣自体は仲良くやってますけど、まあ、これがシーズン始まってきてローテってなってくると、その仲良くはしてられないかなと思います。そんな伊藤氏は今年は目標を持ち続けたのあればどんなところを狙っていきたいシーズンですか？そうですね、まあ、去年もずっと言ってましたけど13勝っていうのが僕の中の目標でもありますし、まあ、去年全然7勝で達成できないじゃんって言われてるかもしれないですけど、まあ、今年は13勝しっかり達成できるように頑張りたいなと思います。今年このキャンプ始まって今ちょっと大陸のお天気になりますけれども、ボールにもちょっと縁がある昨シーズンがありましたが、はい、今日もそんな感じですかね？今日僕関係ないんでね、はい、僕別に登板予定もなかったんで、まあ今年は晴れてくれたらいいなと思いますね。雨でも晴れでも両方積もってファンの方応援してくださって、かなり良かったですよね。そうですね、まあ、ああやって球場で輝いてくれたら、まあ、僕の励みもなりますし、そうですね、まあ、すごい嬉しかったんで、まあ、ぜひそういうのを持って球場に来てもらえたらなと思います。キャンプ地には来られないファンの方がいらっしゃいますけれども、そうですね、今年無観客で、まあ、寂しいキャンプになってるんで、まあ、テレビの前ではいっぱい応援してくれてると思いますけど、まあ、その応援を力にシーズンしっかりベストな状態入れるように頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。